日本テレビホールディングス株式会社は日本の認定放送持ち株会社。2012年10月1日に日本テレビ放送網が称号変更、会社分割を行って開訴した。認定放送持ち株会社制度については民放テレビキー局の中ではすでに富士テレビ、TBS テレビ、 テレビ東京が移行に踏み切ったものの、日本テレビとテレビ朝日はこれまで移行に踏み切っていなかった。中でも、日本テレビは2008年3月に行われた定例会見で、当時の社長、久保慎太郎が、現時点で必要ないと、最も消極的な姿勢を表明していた。しかしながら、BS デジタル放送のチャンネル増加などに代表される、多チャンネル化。 インターネットの台頭によるソーシャルメディアなどの流星と産業構造の変化生産年齢人口の減少と国内需要の変化テレビ広告市場の縮小低迷などからメディアコンテンツ業界においての統廃合や新たな可能性の模索経営難に対する備えを迫られたと判断一体的な経営を行うために持ち株会社の設立を行うこととなったまた 翌2013年が日本テレビの開局60周年に当たるため、持ち株会社に移行することで次の60年に向けた新たなスタートを切るという狙いもある。具体的には、グループの中核会社であり、地上波放送を手掛ける日本テレビ放送網、BS 放送を手掛ける BS 日本、CS 放送を手掛ける CS 日本の3社を中心に、据え これまで番組の制作や供給で連携しつつも、それぞれ独立した経営を行ってきた手法を転換し、持ち株会社の下で参杯一体経営を行い、コンテンツの価値を高めることを主眼としている。これと同時に、日本テレビ参加のコンテンツ制作、流通機能を有する子会社6社も、持ち株会社の直接の子会社にすることで、グループ内での連携強化を図る。なお、 放送もち部会社になることで地方の系列局を参加に収めることが可能となるが、社長の大久保義雄は発表会見の中で検討課題になっていないと、系列局を参加に収めることについては否定している。日本テレビホールディングス及び日本テレビ放送網の資本構成。企業、団体は当時の名称。出店 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日組織図を参照。ありがとうございます。